でーす。どうも、りちんでーす。金太郎でーす。皆さん、おはようございます。はい、やってまいりました、パズドラ実況の時間でございます。今急いでたな。いや、急いでるけど、まあでも8分あれ余裕だよ。まあね、で、今回はですね、初めての優先実況ということでね。ああ、そっかそっか、そうだ、ね、初の優先でね、パズドラをやっていこうということで、今回は何を行くんですか？今回は、まあ今ちょうど来てるゲリラの金カニです。はい、金カニを金太郎がね、まあ僕内の編成でね、ちょっと僕が普段どういうパーティーやってるのかっていうのをまあちょっとご紹介したいなと。まあこれなんですけど。ほうほうほう。おお、パガン。あのね、金カニでまあ一番楽なのはまあ赤おでんなんだけど、まあ時点で言うとまあこのダークサイド、このダークサイドを4体スキル間にすれば普通てかまあ最速で回れんだけど、まあきついんだよねこいつね。ああ、言うてもきついよこいつ。スキル上げがきついよ。やったからね僕も2体1をスキル前にしたんだけど、4体なんてもうね、もうだってこいつスキル前にすんのに10ターンだからレベル。もうきついったらないよね本当に。ボスドロっていうのがね、まあ確かにねいいっちゃいいんだけど、まあ言うてもきつい。だからまあこいつをスキル前にもできない、赤尾でも持ってないって人のための動画みたいな感じ。まあこんな感じなんですけど、まあ今回は光ファガン、これでまあちょっと行ってみましょうか。もう行ってもしょうがないんで、ですね。ちょっと行って、このパーティーの何がいいって、そのフレンドの幅が結構広いっていうのがね利点なんだけど、ちょっと待ってね。まあまずは、まあ、普通に光ファガンで行こうか。あ、じゃあ覚醒じゃない、まあいいや、これで、まあ、これで行きましょう。ここはプラスはなし でこのパーティーのいいところなんだけど、これでまず1層目は4個消し1個で終わりの、まあ、スキル使って4個消しで、まあ、2回も突破して、ここではもうダークサイド溜まってるんで、ダークサイドを使ってあと突破していくだけ。ほう、これだとねほぼほぼまあ赤おでんと変わんねえんじゃないみたいな。まあ多少変わるけどね、やっぱり変わるけど、でもそこまでの差はないんだよね多分。早いな。で、なおかつ編成難易度もそんな高くない。ぶっちゃけあのライダーのところ、あそこ小太郎でもいいしね。ああ、小太郎ではちょっと水いかな、色がね。まあ2ウェイで多分抜いてっから、まあちょっとライダーの方が良かったかな。おお、まあ、ここライダーにして、でまあこんな感じね。いいね、まあ、いいんじゃないと思ってさ。早いね、これさっき使っててさ、あ、これ早いんじゃねと思ってて、ここのところをこのティンニンでもいいっていうね。ああ、機械属性の攻撃力4倍ってことはまあね、倍率じゃ変わんないからね。なるほどね、4倍、何かしらで4倍が出れば、4倍が重要だから、そこはねこれで、まあこれで抜いてる。パガンで抜いてんのか。いや、多分今のはライダーかな。まあ、でもパガンでも多分抜けると思うんだけど、多分パガンでも抜けると思う。抜けなくては多分パガンでも抜けますね多分。プラス攻撃対攻撃プラス90%とか。まあね、プラスがね厳しいよね。こんな感じでね、いつも回ってると、ね、そうそう。でさ、何がやっぱいいってね、そのフレンドがね幅広く使えるっていうのがやっぱね、これあれなんで、あの次やるけど、あれでもいけるんだよね、その何だっけな、あいつやつ、ね、これじゃなくてこれだ、闇ファガン。おお、これでもいける。で、闇ファガンは2で2個持ってから、闇の2攻撃しでもいけるんだよ。おお、そう、闇ファガンにすると2通りの方向で抜けるから、こっちの方が結構いいかもしれない、回りやすい。これやれば多分変換そんなにいらない。まず変換がいらないのか。進んでもまあいいかな。いや、サブの難易度が多分下がる、手入れも一緒これ。ああ、早っ。こんな感じでいつも回ってると、赤おでんなしでも比較的作りやすい、こんな感じでもまあ高速周回は可能ですという、そんな動画ですね。はい、じゃあまあ今回こんな感じで、はい、ね、もう超安定した録画で僕たちももう、ま、大満足でございます。ああ、もう回ってるとどんどん遅延がない、ほんとないね。まあこれからはねちょっと動画減っていくかなとは思うんですけどね、ガチャ動画とかはちょっと減っていくかな。まあそうなんです、あんまりもうガチャ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 しかないんで。そうまあそんな感じで今回こんな感じで、次回いつになるか分かりませんが、お楽しみに。ありがとうございました。グッドバイ。アディ。最後潰して。